古代の日本で大友氏に属した米民である。部民性がなくなってからも長く、生として残った。一つの氏族ではなく、東北から九州まで各地に分布する。大友部には二系統あり、一つは全大友部であり、朝廷に出資し、三毛の調理にあたった、友の全部の使用と、煮えの更新、食料品の効能を担当する部として設置された。 中央の柏でのの統括下に置かれており、一般に禅を略して、死の名を表記する場合が多く、高橋氏分によると、全国に設置されたようであるが、主として、東海道諸国に分布する禅王友武氏、禅王友氏と、無聖の王友武氏、有勢の王友武氏は、禅王友部と、それを率いる、友のみ子の子孫であろうとされている。これらは、高橋氏分の、 東方諸国づくり十二支に該当し、国蔵支配下の民が全王とも部とされ、国蔵が干渉者としての共の宮津子となり、その指定が柏で全部として中央に出資したことを意味する。高橋支部には、武蔵国作りや安房国蔵が王ともただしを名乗り、武蔵国作りや秩父国蔵が柏でとして、三毛の調理に従事した伝承も伝わっている。このか、西国にも、 全大友ブ氏が存在する。もう一つの大友ブは、大友氏配下の部民で、奈良時代に、ユニ・オートモブを名乗る者がいることから、余計と関連があるか、単に、大友氏の書き部と見られている。大場治む、編。木簡古代からのメッセージ330ページ。ABC、日本古代氏族辞典百147ページから148ページ。ABC、 日本古代史族人明治典152ページ。ありがとうございます。